大阪市営バス古市営業所は、大阪府大阪市上東区関目2丁目にあった、大阪市営バスの営業所である、配置車両の側面及び後面窓ガラスに貼られる、所属営業所を示すシールの表記は、イニシエである。2010年3月27日限りで廃止され、担当していた路線は他の営業所に移管された、古市営業所担当便の拠点となっていた、旧、新森総車場。 古市営業所廃止と共に操車場も廃止された。主として、上東区、鶴見区を通る路線のほか、東淀川区や淀川区の中型車使用路線も担当していた。最寄りバス停は古市車庫前であった。廃止時は赤バスを除いて、古市車庫前を奇襲点とする路線、便は存在しなかったが、過去には、幹線林66号系統などの系統が存在していた。 また、新森公園前バス停発着路線もメインで受け持っていたが、2002年の市バス再編以降は森口営業所がメイン担当となり、その後2010年3月28日をもって新森奏車場も廃止となった。営業所は廃止されたものの、バス停留所は2010年3月28日のダイヤ改正より、関目二丁目南に解消されて存続している。 2002年1月27日の芝生再編、大阪運輸振興への委託化に伴い、新森公園前、発着路線をはじめとして、多くの路線から撤退している。2009年3月29日から2010年3月27日まで、新森公園を奇襲点とする31号系統、33号系統、33C 号系統、86C 号系統を、 森口営業所、豊高野営業所、古市営業所、東成営業所のご営業所で共同運行路線としていた。概要運行区間概要遠隔2002年1月27日の大阪市営バス再編前は1994年3月31日に誕生した特21号系統であった。当時は総合医療センター前引く関目1丁目が四川区間。 関目一丁目諏訪神社前が幹線区間で担当営業所は森口と腰であった。2010年3月28日のダイヤ改正により古市営業所が廃止されてからは東成営業所が担当する。運行区間概要運行区間概要2002年1月の芝ス再編までは東成営業所だけでなく古市営業所も担当していた。運行区間2002年1月の 芝生再編以前に、板タの営業所との共同運行を行っていた。森口営業所と東成営業所の担当。森口営業所単独の担当を経て、2011年4月1日から東成営業所が担当している。2012年4月1日には68号系統のルートの一部を走る系統になった。また、区間便として、幹線31号系統が天馬橋、 今福西四丁目間で運行されていた。運行区間外用前進の特46号系統時代は、東成営業所だけでなく古市営業所も担当していた。2002年1月の芝祭返事に、東成営業所が担当から外れ古市営業所のみの担当になったが、2007年1月8日より、東成営業所が全便を担当するようになった。 運行区間概要2002年1月の芝再編時まで担当。運行区間概要57号系統は、京橋駅から宮古島区を経由して、大阪駅とを結ぶ路線である。大東町大阪駅前間は34号系統と並走しており、57号系統と34号系統と合わせて、かなりの高頻度の運行を行っている。遠隔ダイヤ及び停留所平日、土曜。 休日とも、ほぼ1時間あたり2本の運行となっている。京橋駅前引く東、野田間にある、京橋北口停留所は、大阪駅業のみ停車する。また高倉町3丁目大東町間は、大阪駅業と京橋駅業で、ルートが違い、大阪駅業は、大東町1丁目停留所に、京橋駅業は、赤川3丁目停留所、赤川一丁目停留所に停車する。 運行区間概要2002年1月の芝生再編時まで担当。現在は中津営業所が担当。運行区間概要2002年1月の芝生再編以前に東成営業所との共同運行を行っていた。遠隔運行区間概要2002年1月の芝生再編以前に東成営業所との共同運行を行っていたが、古市営業所は少数だった。 遠隔2006年12月24日の地下鉄、今里筋線開通後、2007年1月8日のダイヤ改正で86号系統が減便されると、同時に86号系統が今里筋線と重複しない南側区間を保管する形で新設された系統。2002年1月27日以前に運行していた、幹線86号系統と同じ区間の運行で、あるが、 緑一新森公園前館は、幹線86号系統は、旭東中学校前経由であったのに対して、86C 号系統は、新森二丁目経由となっていた。幹線86号系統時代は、大半が東成営業所の担当で、86C 号、設定後も同営業所の担当であったが、2009年よりごく一部の、 便を除いて古市営業所が担当するようになった。2010年3月28日のダイヤ改正で8 6 c 号系統は廃止された。ダイヤ庁、有のみの運行だった。運行区間概要2002年1月の芝再返事まで担当。詳しくは、中津営業所97号系統を三照道路線の前身となる系統は40号系統である。 後に天馬橋筋の日の口町交差点ながら、東交差点開通後に、天神橋6、天神橋8が、豊崎東小学校経由になる。2002年1月27日に廃止され、長良東大淀中が設定された。2010年3月28日のダイヤ改正で、古市営業所が閉鎖されたのに伴い、長吉営業所に移管された。 2002年1月27日に新設された。その後何度か、宮古島中通り2丁目付近の経路を変更している。京橋駅前側では利用者が多い。2010年3月28日のダイヤ改正で、古市営業所が閉鎖されたのに伴い、長吉営業所に移管された。運行区間外用後年の担当は、鳥島営業所だが、鳥島営業所の大阪運輸振興委託までは、 古市営業所が担当していた、運行区間概要2008年3月30日には、赤バス初めての路線廃止があり、中央区を運行していた中央ループが廃止された。遠隔あたり路線の前身となる系統は、1041号系統と2000年4月1日に新設された幹線89号系統である。両系統とも2002年1月27日に廃止され、 西淡路区役所が設定された。設定当初経由していた東淀川駅や上新城駅、随行二丁目は2007年1月8日の路線変更により経由しなくなった。大阪市営地下鉄、今里筋線開通後の2007年1月8日に新設、内回りと外回りが設定されている。2010年3月28日のダイヤ改正で、古市営業所が閉鎖されたのに伴い、 長期地営業所に移管された内回りと外回り概要2002年1月27日から運行開始利用状況や費用対効果などの観点から2009年8月31日をもって廃止された経路概要を主に旭区西部を運行している森口車庫付近と幾重の付近でループする形態をとっている2010年3月28日のダイヤ改正で 古市営業所が閉鎖されたのに伴い、長期地営業所に移管された。遠隔ダイヤ24分間隔で運行している。2010年3月28日のダイヤ改正で、古市営業所が閉鎖されたのに伴い、長期地営業所に移管。2008年3月30日に上等ループを北ループと南ループに分割し、一部経路変更。2010年3月28日のダイヤ改正で、 古市営業所が閉鎖されたのに伴い、長吉営業所に移管。当初は鶴見緑地放出東として運行していたが、2008年8月1日に現在の路線に変更された。2010年3月28日のダイヤ改正で、古市営業所が閉鎖されたのに伴い、長吉営業所に移管。当初、古市営業所に配属されていたイスズキュービック、LV。 その後も利口営業所へ転属の後、2012年4月のダイヤ改正をもって廃車。2010年の廃止まで、一般路線で使用される大型車、中型車、赤バス路線に使用される小型車が配置されていた。2002年の市バス再編以前は、大型車のみで、1995年以前は、日野自動車制に統一されていた。1995年の木津営業所廃止時に、 伊スズ自動車製の車両を古市営業所に全車転属させ、古市営業所の日野自動車製の車両を鶴町営業所及び住野営業所に転属させて、以降、2002年1月まで伊スズ自動車製に統一されていた。2002年1月に大阪運輸振興に委託したのに伴い、伊スズ自動車製の大型車を他営業所に転属させ、逆に他営業所から中型車などを 古市営業所に転属させた。現在は、大型車は、国内主要4メーカーすべてが配置されており、中型車は、日野自動車製と、と、トラックス製の車両が在籍している。赤バス路線用車両は、全車オムニノーバテクノロジー車のマルチライダーである。また、2009年2月には新しく三菱不装、エアロスター S が納車された。イスズエルガのノンステップバスが、大阪市営バスに、 初めて導入された営業所がこの営業所であった2001年式のフルフラットタイプで現在は墨の営業所に配属されている。ありがとうございます。